こんにちは、パンゾーです。今日はレシピ通りの温度で焼いたのに、うまく焼けないっていうお話をしたいと思います。これはね、皆さんも経験があるかもしれませんが、ネットで調べたりとか、パン教室でね教わったレシピとか、あとはそうですね、本に書いてあるレシピでレシピ通りの、温度設定でやったんだけど、どうしてもうまくね焦げ目がつかなかったりとか、焼きすぎてしまったりとか、いうことがあるかと思うんですが、まず、思っていてほしいのは、レシピ通りっていうのは、うまくいかない、レシピの温度っていうのはね、うまくいかないと思っておいてもらった方がいいと思います。オーブンの状態によって、随分ね温度って違ってきちゃうんですね。なので自分のオーブンの特性を最初によく見極めていただくっていうのが大事なので、私も山梨と東京でやっているんですが、オーブンがね全然違うんですね。違うオーブンでやっているので焼き方が本当に違うんですよ。で、自分でレシピを作っていても、こっちのオーブンだとプラス20度にしようとか、こっちのオーブンだとちょっとマイナス10度から20度に下げようとか、やっぱね全然違ってきているのでね、生徒さんにもそういうふうにお伝えしてるんですが、あくまでも、参考にするっていう程度にしていただいて、レシピは信じすぎないっていうことを、思っていただけたらいいと思います。はい、ぜひご自分のオーブンの特徴を知っていただいて、焼いていただけたらいいなと思ってます。はい、ご参考になさってください。それでは。